お疲れ様でした。今ね、全部講演会が終わった後なんですけど、なんか改めてね、こうやって舞台を見ることってあまりないんですけどね、僕はちょっと演題は使わずにね、話させていただくんですけど、やっぱりこう舞台に立つたびに、その責任って言ったらちょっとね、そこまで重く思わなくていいよって思うかもわかんないですけど、でも周り見たら、こんだけたくさんの方が今日ね、聞いてくださったんですね。うん。だからやっぱり僕はこう言葉に、こう本当に飾りをつけずに今、できることっていうか、今できることっていうのもあれですけど、今だからこその言葉で、今日お越しいただいた方々、今日はね、こうフォーラムだったんですけども、立花会フォーラムの皆さん、参加ねしてくださった皆さんは、僕以上に多くの方々と接して、そして多くの方々のこう力にこうなってくださっていると思います。舞台上から見えた皆さんの表情がすっごい素敵だったんで、これからも一緒にこうね、笑顔見ていきたいなと思います。ありがとうございました。もうこんなにね、本当に講演会に舞台に立たせていただけるってすっごい幸せで、幸せっていうか、うん、頑張ります。まだまだ僕にはこんなことしかできません。僕にはこうやってマイク使って伝える、こうやって話すことしかできません。